採用テクノソリューションズ、鳥取株式会社は、鳥取県鳥取市に本社を置く電気機器メーカー。2015年3月まではパナソニックグループであったが、現在はジーニアアレイグループの企業である。1966年に現パナソニックグループの一つとして、鳥取産業電気株式会社を設立。通称鳥さんだった。2008年4月1日に、 ホトニクス事業を、産業電機に移管、産業電機の白物家電事業、車載機器事業及び営業、販売部門の移管を受け、産業電機、コンシューマーエレクトロニクス株式会社に、称号を変更した。その後は、情報通信関連機器、電化製品の製造、販売を中核事業とする。二千十二年四月一日付で、三洋電機に簡易吸収合併され CE、 ビジネスユニットとなったが、2013年1月1日に、同ビジネスユニットが再分割され完全子会社の、手賀産業工業株式会社に承継。承継を受けた、手賀産業工業株式会社は、産業テクノソリューションズ、鳥取株式会社に、称号変更した。なお、岩見町にあった、産業エナジー鳥取は、電池事業の関連会社で、直接関係がない。 アドオン式、CD プレイヤー三用電気製、鈴木純正 AM、FM カセットステレオ型番の末尾が、ST の AU 向け携帯端末、A5306ST 型番の末尾が、SA の AU 向け携帯端末、A5518SA。ありがとうございます。